誰？コピー。あ、違った、間違えた。これでいいや。オッケー。オッケーかな？あ、できた。ちょっとリツイートしてあげる。I saw you a ケンギュリムツシ。ピッピガチュー、ポケモントレーナーの諸君、ポケモンゲットしとるかな。お、電話さんから電話がかかってきたぞ、このタイミングで。ピッピガチュー、え、シコじゃねえか。ピッピガチュー、元気にしとるかな。どうしたん、どうしたんだい、電話くん。何があったんだい。え？そうなのかい？そうなのかい？それ違う人です。違う人です。わか、待ってるからな。みんなもポケモンゲットじゃぞ。よし。それではハーゲンカッカ君。はい。ポケモンの解説をしていくぞ。はーい。何のポケモンを解説してほしいのかな。わしは、あ、わしの紹介をするのを忘れとったな。わしの名はクオリティもガバガバ、知識もガバガバ、ガバキドじゃ。ネーミングセンスもガバガバじゃぞ。もちろんケツの穴までガバガバじゃ。たけしにやられちまったわい。もうやだ。やっぱりモモじゃないか。ピピガジュー。ここに3つのモンスターボールがあるじゃろ。全部わしのじゃ。え、レート戦は6匹いるんじゃないんですか。6匹のポケモンがおるじゃろ。全部わしのポケモンじゃ。いや、かさ増ししました。ピッピが10、ナンバー1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、全部わしじゃ。そうだったが。好きなポケモンを言うんじゃ。はい。わしはポケモン151匹全部知っとるからの。じゃあ、ナンバー681、ギルガルド。そんなにポケモンはあるんか。わしは関東地方のポケモンしかポケモンと認めとらんからの。これ違うんですか。ギルガルドはポケモンじゃないんですか。それはポケモンじゃなくて偽物じゃ。ギルガルドを知りたいんかの。かっこいいなと思ったんで。しょうがないの。ギルガルドについて解説するぞ。ギルガルド、このギルガルドで強いんですか。ちょっと待て、今表示しとるから、また待て。ギルガルド、ちょっと千鳥入ったぞ今。よーし、ギルガルド、ナンバー681といえばギルガルドじゃ。王権ポケモンじゃな。このポケモンはタイプ鋼ゴーストポケモンで、特徴的、最も特徴的なのがこの特製のバトルスイッチじゃ。ハーゲンカーカ君はこのポケモンについて何か知っとるかな。いや、なんかソードシールドに出てきそうって感じです。そうじゃな。もうむしろ最初ソードシールド出るって聞いた時、もうこいつがもう伝説のポケモンかと思ったわ。このポケモンはな、なんだっけ、あ、攻撃技を使うと特製バトルスイッチで、あのアタックフォルムだったか、ソードフォルム、ブレードフォルムか、ブレードフォルム、ブレードフォルム、ブレードフォルムってやつに変わるんじゃ。あ、これあれなんですよ、僕あの
図鑑だとブレードフォルムしか出てないですけど、これ何フォルムがあるんですか？シール、通常がシールドフォルムじゃない。あ、通常シールドなんだ。そうじゃ、シールドフォルムは攻撃、まあ、種族詞を言うとな、 HP60、 攻撃50、防御150、特攻50、特防150、まあ、防御と特防が150なんで、150で攻撃がゴミカスのなんじゃが、ブレードフォルムになるとそれが逆になるんじゃ。つまりなんかデオキシスみたいだな。そうじゃ、デオキシスのなんか防御フォルムとアタックフォルムみたいな、アタックしかねえやつみたいなに近い感じじゃな、ね、剥がせ剥がせ。なんじゃ S もう一回言ってください。素晴らしさか、はい、60じゃ。な、微妙。いやさか弱え。弱くないんじゃ。こいつはな、中ポケじゃ。え、中ポケなんですかこいつは。そうなんじゃ。こいつはな、60遅いと思ったじゃろ。思いました。それが肝なんじゃ。まさか、あ、トリックルームですか。つまり相手にまず攻撃されるときはシールドフォルムで受けるんじゃ。高校で攻撃できるからの。つまり150の防御力で受けて、でその自分が攻撃するときに150の攻撃、あ、種族値になるんじゃ。あー、なるほど。で今こう思ったじゃろ、次のターンにやられてしまうのではないかと思ったじゃろ。あ、そう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 、アタックで殴ったらアタックで受けちゃいますもんね。でこいつはな、シールドフォルムに変わるための技っていうのを持ってるんじゃ。どういう技ですか？それはキングシールドという技でな。縦寄りだな。これは守るとほぼ同じ効果を持っておる技で、必ず先行を取った上で、あの敵の攻撃を防ぎ、シールドフォルムにフォルムチェンジするんじゃ。めちゃ強くないですかそれ。そうなんじゃ。めちゃ強くない。ただ守ると違うのが、あの確か状態異常を無効化できないっていうところが守ると違うんじゃが、だったっけ、もう忘れちゃったわ。あ、そうだそうじゃ。で、あのしかもこの守るのにさらに負荷効果がついとってな、なんと、敵の攻撃が接触系の攻撃だった場合、相手の攻撃を2段階下げるんじゃ。強っ。強すぎるじゃろ。強くね。そうなんじゃ、敵の攻撃2段階下げて、はい、でシールドフォルムになって、で次のターンまた普通にそのシールドフォルムで相手の攻撃2段階下がった状態で受けて、で自分はアタックフォル、はい、ブレードフォルムになって攻撃するんじゃ。マジか。めっちゃ強いじゃろ。剥がせ剥がせ。なんじゃこれ。バレパンとキングシールドどっちが早いんですか？キングシールドじゃ。マジか。じゃあれっすね、バシャーマあたりに出すと強いんですか？まあ、バシャーも、バシャーも、まあ、炎じゃが、まあなしではない。まあそうじゃな、まあ、バシャーも苦手っちゃ苦手じゃの。鋼とゴーストっていうのもまあまあ強い。そうなんで、タイプも優秀でな。まあ唯一難点があるとしたら、まあいちいちシールドフォルムにせんといかんっていうところが、まあ、読まれやすいんじゃな。次のターン、あー、これシールドフォルム来るなっていうのが分かりやすいから、まあ、読まれやすくて、まあ、じゃんけんみたいなもんじゃな、もうそこはもう。だからもう読まれるの読みであえて2回連続で攻撃するとか、そういうこともやったりするの。めんどくさいんじゃない、こいつの出てくると。なるほど。いちいちじゃんけんじゃから。いや、これはあのダブルの時とかに強いんですか？ダブルは微妙じゃな、防ぎきれんかったりするからな、うん、あ、そっか。まあだからキングシード読みで変化技をしてマヒーにさせたり、あのオニビにさせたりするんじゃ。ああ、そうじゃね。まあ、こいつはまあ特攻もそれなりに高いんじゃが、まあ攻撃がメインだから、まあ、それなりっつうか、まあ、どっちも一緒なんじゃが、まあ、技的には物理型がまあ多いの。それかまあ両刀かじゃな。技の編成はどうなるんですか？まあ、技はな、これがね、あの強い技があってな、この影打ちが使えるんじゃ、こいつ。影、ゴーストタイプの。影打ち使えるんだ。そうじゃ、ゴーストタイプの先行技なんじゃが、だからもうあえて先行でこいつは攻撃して、まあ、でも敵が例えば気合いの助けとか持っとるじゃろ。復活、なんだっけ、1も1耐えるやつ。そうじゃ、そうなんじゃ、あの必ず1耐える気合いの助けとか持っとって、耐えられた場合にじゃな、いちいちあのまたシールドフォルムに変えてとかめんどくさいじゃろ。
めんどくさいです。そういう時にまあ陰打ちでとどめさせたりっていう。塗り削りするんだ。そうなんじゃ、もうずるいんじゃん、もうこいつ本当に。何でもできるんじゃ。いや、こいつの火力技は何ですか、そしたら。いや、こいつはな、まあ、でも火力はちょっと微妙でな、技が微妙なんじゃ。特攻と攻撃は高いんじゃが、技が微妙で、あのシャドーボールとラスターカノンっていう威力80だか90だかの技ぐらいしかないから。どう、え、ラスターカノンってそんな低かったんですか、博士。僕ディアルガのイメージしかなかったんですけど。ラスターカノンはな、威力80じゃな。え、あれそんな、あんな見た目であんなクソ火力なんですか。そうじゃ嘘でしょ一番ちょっともう印象でかいわ。ギルガルドよりもラスターカノンの方がでかいわ。まあこの、まあ威力低いとはいえ、もうこいつはもう種族値、攻撃種族値150じゃから、技でバランス保ってるって感じなんですね。まあ保ててないかな、もう強すぎるからだなこいつは。な、正直言って博士はこいつと戦ったことありますか。まああるし、もう使ったこともあるわ強いわ博士、これやっぱ強いんだ。強いわ。そうなんだ。今あれなんで、ちょっとあの新しめのやつから。ちなみにこれ何世代目なんですか。こいつは6世代かな。1世代前なんですね。こいつは6世代じゃな。そしたら、まあ、XY じゃな。気になるんですけど。何が気になるんじゃ。2体目いっていいですか。あ、そろそろ、あ、そうじゃ、あのポケモンクイズするか。あ、待ってました。じゃあ、あのじゃあハーゲンカッカが、ハーゲンカッカ君がわしにあのそのポケモンのタイプと特性を言ってわしが当てるっていうのはどうじゃ。あー、面白いですね。やってみ、もうわしはもうポケモンのもうあれじゃからな、権威じゃから当てられるからな。だからもう関東地方のポケモン以外はもう知らんけど。早く言うんじゃ。ちょっと迷うな。今錦鯉決めたんじゃないのか。あ、そいついでいいんですか。え、ちょっと待ってくださいね。こいつの特性なんだっけ。早く言うんじゃ、書いてあるじゃろ。こいつはじゃあタイプが、毒ドラゴン。いや、もうそれはもう簡単すぎるわ。え、早いですね。あれじゃ、ドラミドルだったかな。あ、違います違います。あれ、どな、なんだっけ名前そんなポケモンおったかの。いや、これ多分新しいやつじゃないですか。すごい見た目かっこよくて僕選んだんですよ。毒これ5文字っす。あれ、ドラミドロとかドロミドロとかじゃなかったっけ。いや、全然違います名前。あ、そっちか。お前それウルトラビーストじゃろあ、これこれポケモンじゃないですか。お、ふざけるなお前ふざけるなウルトラビーストはもう足の管轄外じゃんじゃあこれは、じゃあまた後解説の時に聞くとして。こいつはな、あのガチで知らんまあ、あれだよ、なんかあのスピアみたいな外見のやつだろ。そうっす、毒バージョンの。そう、まあまあ一応見とるは見とる、見たことあるじゃが、あのウルトラさん、ウルトラも買ったことないから、買ってないからそこちょっと知らない。じゃあそうっすね。じゃあこれいきますか。タイプが地面とドラゴン。特性を言いなさい。冬です。冬、フライゴンじゃ早い早い、当たり前じゃ。てかさっきのも特性言ってくれたら分かったわ。ビーストブーストって言われたら分かったわ。特性言いなさいよでフライゴンについて語りたいんじゃな、語ってほしいんじゃな。いや、まあやっぱなんか先生フライゴン好きそうな顔してるんで。私 もう大好きじゃ一番好きなポケモンじゃ待って、フライゴンな。
フライゴン。まあこいつはな、まあ、一言で言うならまあガブリアスの劣化じゃな。ガブリアス僕が一番好きなポケモンです。まあそれはまあ後で解説しようの。ピッピガジュナンバー330といえばそうフライゴンじゃ。精霊ポケモンじゃな。え、精霊なんだ。そうなんじゃ、精霊ポケモンのくせにフェアリータイプじゃないんじゃ。この頃はなかったからな。しかもフェアリー弱点じゃからなこいつ。迫害されてんじゃん。いやこいつはなもう本当にもうひどくて、もうガブリアス出てからもうガブリアスよりいいとこも冬地面タイプの技効かないぐらいしかないんじゃないのこいつの。もう最近になってな、竜の舞を覚えて、あ、竜の舞っていうのは、あの、攻撃力と素早い。竜舞ですか。そう、竜舞じゃ。竜舞がね、覚えたからな、あの、一応差別化できるんじゃが。で、まあ一応、トンボ返りとか、そういうなんか、なんじゃ、この。小ネタはあるんじゃ、ね。小ネタはあるんじゃが、まああと、地割れとか。あ、地割れ使えんだ。地割れとか、あとね、なんか特殊な、まあ、そうじゃない、なんか虫タイプの技とかちょっとちょくちょく使えるから、一応差別化できるが、まあ苦しいの。正直苦しい。これ地面虫だったらどうなってたんですか、ドラゴンじゃなくて。地面虫の方が正直使いとったかもしれんぞ。地面虫タイプ、確か、ミノマダムしかおらんかったからな、ミノマダムの、なんか、なんで砂ホルムみたいなやつしかおらんかった気がするからの。あ、じゃあそっちだったらもう、あの、割と、なんていうんですか、キャラは被んなかった。そうじゃな、もう今はもうガブリアスと比較されてもうネタにしかされとらんからな。先生、先生、ついに先生って言ったら、別に先生でもおかしくない、ないと思うけどな。あの、まあ、さっきからガブリアスガブリアスって言ってるんですけど、なんじゃガブリアスが出る前はめっちゃ強かったんですか。そんなわけないぞお前。ガブリアスが出る前はボーマンダの劣化っつうか、ボーマンダがまああのドラゴン、強いドラゴンで、もうフライゴンがもうザコイ方のドラゴンって感じやったな。もうわしもな、当時はあのなんかボーマンダ、もう当時からわしなんかなんとなく強すぎるポケモンにはなんかこう嫌だなって感じがあっての。だからあのフライゴンはなんか一目見て雑魚そうだから、あ、こいつダラゴンなのに雑魚そうと思って、あのフライゴンにしたんじゃな。ちなみに僕ボーマンダ好きなんですけど、ボーマンダって強いんですか。強すぎるわ、もう最強じゃん。なんじゃあれは。あ、おかしいぞ。ボーマンダ強いんだ。ボコボコじゃんぞ、もうあの本当にもう蹂躙されるわ。ボーマン出てきたらもう死を覚悟するしかないわ。もうやばい、今のところ。でボーマンダの解説に行くか。じゃあ行きましょう。ボーマンダはな、じゃあボーマンダはな、あの正直、まあ、第6世代までは、まあ、微妙だったんじゃない、まあ、威嚇っていう、まあ、強みはあるには、攻撃力が下がるみたいなやつでしたっけ。そうじゃ、まあ威嚇って強みはあるにはあるが、やっぱガブリアスと比較すると、まあ、素早さも微妙だしっていうところで、まあ、あのポケモンの対戦会ではな、あの素早さ100っていうのがな、もう10もう結構多いんじゃない100、はい、でそれをな、まあ、ガブリアスはな、素早さをね102でね2抜いとるんじゃ。もうそれが強い。その2で強いんだ。そうなんじゃ。ボーマンダも素早さ 100で、だからボーマンダとガブレス出てきたらガブレスが勝つんじゃ。素早さは1でも速ければ先行取れるから、その1、2がでかいんですね。そうなんじゃよ、もうずるいんじゃもうこいつ本当に。ガブレスの種族値考えて本当にもう性格悪い。あ、フライゴに開いちゃって間違えて。なんかベルズの50を思い出すな。地面じゃない、喋りながらやってるからもう全然もう手元がガバガバ。手元の操作もガバガバじゃ。あれ先生、なんじゃ。先生じゃねえよ、博士。どっちでもいいわ。これメガ進化あるんですか、もしかしてこいつ。そうなんじゃよ、もうやばいよ。でこいつのなメガ進化はな、メガ進化っていうのをまず解説をしたいんじゃが、メガ進化っていうのはな、
あの種族値が単純に100上がるんじゃ。 100？ あ、合計種族値が、ね、あの100上がるんじゃ。だから本当だ、あの元々弱いポケモンが100上がっても、まあ、そんな強くないんじゃない。確かに、まあ、割とあの極端なあの種族値の振り方するから、まあ、強いっちゃ強いんじゃが、まあ、逆に言うと元々種族値高いやつがメガ進化するともうやばいんじゃ、もう伝説のポケモンじゃ。もう本当だ、種族値700って相当アルセウスじゃん。アルセウス一緒だからな。おかしいぞ、神じゃぞ。本当だ、種族値すげえ高いな、メガボーマーとこいつね。特性がやばくて、あの自分の使うノーマルタイプの技が飛行タイプになり威力が 1.2 倍になるっていう特性を持っとるんじゃが、スカイスキンってやつですね。そうじゃ。でこいつはな、まあ、ボーマンだわな、飛行タイプ持っとるくせに飛行技持っとらん使えないっていう、あのまあなんだろう、欠点があったんじゃな昔から。はい、はい、なんか翼で撃つぐらいしか使えみたいな。ああ、翼で撃つ、まあ、空を飛ぶはもう論外として、もうあの対戦では、はい、だからまあブレイブバードっていうあの飛行タイプの物理技が強い、物理技があるんじゃが。ありますね、ムクホークとか使っ、まあ、覚えるやつでしたっけ。まあ、まあ、こいつ見ての通りバードじゃないから、まあそれは覚えんのじゃな。まあそれは確かに、うん、だからもうあの割とあのゴミっていう扱いを受け取ったんじゃが、このスカイスキンによってあのステミタックルとかギガインパクトがもうあの頭おかしい火力になって。ああ、なるほど、そうなんじゃよ。もうしかも飛行タイプって割と通りがいいから、確か岩タイプと鋼タイプくらいだったかな。抜群が岩ドラゴンフェアリーで、2倍が岩ドラゴンフェアリーで4倍氷。それは受ける時の技じゃない、受ける時、受ける時じゃない。まあ感謝違う、ね、もうね強すぎてね、もうこいつ出てきたらもうどうしようもないんじゃん。もう攻撃種族値145じゃぞ。これはもう勇気の切断がいるポケモンですかね。もうそうじゃな、もう出てきたら切断じゃな。一番手取り早いのはもう切断じゃ。博士、そんな番外戦術を教えていいんですか、初心者の人たちに。いやもうこれはな、もうみんなに知ってほしいんじゃが、切断すれば負けないからな。どのゲームでも同じだな。まあという、まあ、冗談は置いといてな、まあ、レーティングであの切断使っちゃうと確か最近はもう負け扱いになるから。あ、そうなんだ。そうなんじゃ、あのもう勇気の切断は意味ないんじゃ。愚か者のすることじゃな。だからみんなやっちゃダメだぞ。そうなんじゃ、まあ、やるだけやってもいいが負けるだけだからな。まあ正直あのもうクソ耐久とか出てきたら切断してもいい、切断して負けた方がいいのかっていうぐらいのもう感じはあるが、まあしたことないけどさすがに。もう次のポケモンに行こうか。耐久といえばエルフーンとかみたいなのいませんでしたっけ。もう名前を出すな、そのゴミの。ちょっと中ボケしか知らんな、まあ、フライゴンぐらい。フライゴンはまあ中ボケじゃなかったけど、エルフーンはもうほんま、エルフーンは思い出したくもない。僕があの修学旅行で友達が何だったかな、多分 3DS かな、2個持ってきてポケモン対戦やろうぜって言った時に渡したパーティーに入ってたんです。エルフーンとバーシャーモとあと誰か一体がいたんですね、その時パーティーは。すごいエルフーンを使った記憶がある。もうこいつはな、ピッピが10ナンバー547といえばそうエルフーンじゃ。一応やるぞ。嫌すぎてちょっと忘れてた。ピッピが10といえばあの大木戸っぽくなるからな、自動的に。まあ、こいつ の、まあ、一番特徴的なのが、まあ、いたずら心じゃな、特性の使用する変化技の優先度がプラス1される、ただし悪タイプには変化技が無効になる。そうだな、まあ、これは7世代で確か弱体化食らって悪タイプには変化技が無効になるっていう弱体化食らった気がするな。あ、これ後半が7世代以降のナーフなんですね。ナーフじゃ。なるほど、強すぎて。え、逆にこれってなかったんですか最初。なかったぞ。強いですねそれは。だからまあ、とにかくもう変化技を初手で打って、こいつは何が強いかっていうとコットンガードっていう防御力を2段階上げる技があって な、 それ使ってた記憶あります僕も。もう先行でコットンガードを使って
でも回復宿り木で回復してってやって、コットンガードを守り宿り木の谷あと何か物理相手にエルフン出してコットンガードやって回復してコットンガードやって回復してっつって、もう本当にねもう死ねって感じだったな。まあわしも使ったかな。使ったことあるがもういいめんどくさいしな、使ってるがもうな。このあの変化技の優先度がプラス1ってこれ何ですか、どういう意味なんですか。技には優先度っつうのがあってな、まあ、基本的に ほとんどの技は優先度0プラス0なんじゃが、まあ、先行技がプラス1なんじゃな。例えば電光石火とかバレットパンチがプラス1なんじゃ、影打ちもか、そうなんじゃ、まあ、優先度が高いほど素早さを無視してあの先制攻撃できるんじゃな。え、だったらこれクソ強くないですか。これ単純に S の速さを、あ、 S もともと速いじゃん、まあ、S もともと速いんじゃが、すごい強いじゃないですか。このゲームに至って先行を絶対取れるって、だから先行技でもう、まあ、ただあの、まあ、優先度2とか優先度4とかの技も一応あるにはある、あるんだ。優先度2が確か神速だったかな、神速っていうあのノーマルタイプの先行技、素早さが上がるんでしたっけ。いやあれはあの優先度2の先行技じゃ、あ、だからあの電光石火よりも早く動けるんじゃ。え、優先度4って何ですか。守るとかじゃない。あ、守るなんだ。守るはもう先行技よりも早く動ける、まあ、確かにあの守るは優先度高くないと死に技になりますからね。そうじゃな、確か守るは唯一のフェイントって技に弱くて、フェイントだけは防げないっていう設定だった気がするな。ただフェイントは守るを使われないと意味ないっていう感じだったな。じゃあ実際フェイントをレート戦で持ち込むっていうのはなしだったんですか。まあダブルとかだったらあるな、ダブルは割と守るを使うからフェイントはまあありっちゃあれ、まあフェイントなんてしたとこでって話だけどな。今ちょっと素が出ましたね。まあフェイントはあの電光石火よりもちょっと威力低めになってるから、ああなるほど、そうなんじゃな、まあ、ミリ殺しぐらいにしか使えないんだ。そうじゃな、まあ一応確かスカイスキンのカイロス、メガカイロスとかがフェイントを覚えて使っとったりしとったの。ああはいはいはい、まあたまに起用されるぐらいじゃな、まあ、フェイント覚えるやつ自体も少ないから。はいはい、あ、なんかこれガオガエンとかが苦手らしいっす。何が、あ、エルフンが、エルフンがやっぱ炎が苦手なんですね。まあ、炎だしマークタイプで効かないしっていうことじゃな。まあこいつでもね、使われると結構うざいんじゃが、使ってるとねすぐにあの特殊ポケモンに交換されたりして、割となんか受けれないっていうことが結構多いんじゃな。はい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 、結局のところ。そっか、これ物理コットンガード結局特防上がんねんからな。そうなんじゃよ、だからね、まあ使っとる側としては体感よりは使えないんじゃない、まあ、使われるとうざいなっていう感じするんじゃが、まあ、これ種族値はそこまで高くないですね。そうなんじゃな、種族値もね防具85しかなくて特防も75しかないから意外と少ない。そうなんじゃ、なんで特攻の方が高いんだこれ、すごい。まあ特攻使う場面ないかな、どうせこいつ宿り木やからな。宿り木で、まあ、たまにギガドレイン使うかなぐらいで。え、てかこれは特性が2個持ちなんですね。2個持ちじゃないぞ。え、あ、2個持ちっていうのはあれか、2個特性あるっていうことか。はい、あ、そうじゃな、まああるぞ。ごめん、すり抜けのエルフンとかもほぼゴミじゃから、もうすり抜けのエルフン生まれてきたらもうゴミ箱にぽいじゃな。やっぱいたずら心じゃないとね。そうなんじゃよ、もうすり抜けとか、すり抜けがすり抜けできたらもうゴミ箱にぽいじゃ。これ隠れ特性ってのが俺僕よくわかんないんですけど、これどういうことなんですか。隠れ特性はな、確かどこから出てきたんだったかな、第5世代だったかな、
ぐらいから出てきたやつで、まあ夢特性、最初夢特性っていう名前だったんだが、まあ特殊な環境にだけ出てくる、まあレアな特性みたいな感じやな。でほぼ全部のポケモンが持っとるじゃあ、まあ伝説のポケモンも含めて。そうなんだ。だとうん、そうじゃない。で、まあ、まあ隠れ特性、まあレアといっても、まあ、一度手に入ってしまえば、遺伝させれるから、別に最初だけが面倒くさいんですね。まあ、まあ、あとはまあ、なんか配布でしか手に入んないとか、そういうのがあるから、まあちょっと割とそういうのめん、ちょっと入手するの面倒くさいなっていう感じかな。まあただ隠れ特性っていうのは、割と強い特性が設定されてることが多くてな。はいはいはい。まあもともと強いやつはまあザコなんじゃが、ザコになったりすることが多いんじゃが、例えばペリッパーは隠れ特性だったかな。ペリッパーパペリッパーペリッパーは違ったかな。あれ雨受け皿ってやつらしいですよ。あ、違うわ。ペリッパーは通常特性だったわ。なんかキューコンかな。じゃあキューコンとかかな、隠れ特性が強いのは。あ、そう、これじゃあヒデリ、あ、ヒデリ弾って強いんですね。そうなんじゃ、ヒデリってもともとグラードンしか持ってない特性だったのに、ね、グラードンしかなかったんだこれ。最近もうグラードンと海洋がしか持ってなかったヒデリと、ま、アメフラシっていう特性をもうもう簡単に配布しとってな。アメフラシってなんかペリッパーを持ってますよね。そうなんじゃよ。海洋画の特性じゃぞ。もう伝説のポケモンの特性をお前なんもペリッパーが持ってんのおかしくない。確かに、ね、コータスがね左持ってた気がする。ああそうだ、コータスとメガリザードン Y ですね。そうなんじゃ、もう普通に持っとるからな。メガリザードもそうなんだ。メガリザードも中ポケなんだけど、まあ、そのせいで、まあ、メガリザードはなんとなく分かるんじゃ、はい、メガだし、まあ、強いしね。メガだし、もう炎タイプの代表みたいなポケモンじゃん、はい、もうなんとなく分かるじゃん。もうコータスで左って意味わかんねえ。意味わかんねえよ。だって煙出してるだけの神じゃんあれ。なんでひでってんの。まだキューコンとかなんかちょっと神々しいイメージあるからわかるじゃん。アマテラスみたいなイメージあるじゃん。急にキツネですからねキューコンの持ちネタ、うん、あるじゃん。コータスっておかしいでしょ。グラードの特性じゃぞ。だから最近なおかしいよあれ。じゃああれなんですか、日照り持ちが増えたかグラードとか海洋画とかの立場はもう危ういんですか先生。まあグラードンとカイオガもまあ進化し、メガ進化するからな。ああそうなんだ。まあ立場危ういっていうか、まあ、まあ基本的にレーティングでは伝説のポケモンっていうのは使えないからな。なるほど。うん、だからまあ伝説のポケモンっていうのはまああんま意味ないんじゃが。うん、まあだからなんかまあ昔からやっとる私からするとまあちょっと若干違和感があるな未だに。なんかしかもなんか情報修正っていう感じがもう、はい、なんじゃもうゲーム感すごいっていう感じだな。ネットゲーかよみたいな。ソシャゲかよみたいな。いやポケモンもきっと進化してんですよ多分。そうなんじゃな。きっと僕たちにはすごい勢いなんかこのポケモンさすがに知らんじゃろうみたいなポケモンないのかなんか。さすがにし、けどこのポケモンの僕第7世代で攻めちゃいますよ。そしたらこのポケモンの性能とかもさすがに知らんじゃろうみたいな。マイナーなやつってことですね。そうじゃ第7っつったらもうお前も知らないんじゃないのか。実況で見たぐらいしかわからない。そしたらちょっと第3あたり、いや第2で調べよう。第2世代ってなんか御三家含めてなんかパッとしたやつが多かった記憶がある。まあ第2はね御三家の扱いがひどすぎるんじゃな。第2だってメガ進化もらっとらんからな、なぜか。なんだろう、ちょっと待って、何があるの。ドーダイルってメガニウムひどすぎるなあれな。性能もゴミもさな
まあ、まだ爆風の方がいいんですか。そうなんじゃな、もうだってメガニウムがメガ進化したらメガメガニウムじゃからな。もう絶対にメガ進化できないじゃん。そしたらネイティオはどうですか。ネイティオか、ネイティオ来た、ネイティオ、ネイティオはポケダンですごい好きだったポケモンです。まあネイティオはまあ一言で言うならまあゴミじゃな。あ、ゴミなんだこれ。ゴミ、ゴミじゃ。結構好きなんだけどな、見た目は。ネイティオはな、確かね、まあ好きな部類かな。あれの劣化、好きではない。なほぼほぼあれの劣化って気がするな。飛行タイプで。エスパー飛行ってことですか。エスパー飛行にはあの他にシンボラーと心森っていうやつ、まあ、あと踊り鳥。あ、全然そいつは知らねえ。全然いいね。シンボラーのな、割とね、劣化というか、まあ劣化じゃな。まあ、ほぼほぼシンボラーの劣化じゃな。あ、そうなんだ。まあ唯一なんかあるとしたら、まあ、隠れ特性のマジックミラーがはちょっとは優秀かなっていうぐらいじゃな。はいはいはい、はい、まあ、特殊技を跳ね返すっていう技だから。ただまあこいつはな、もう耐久も低いし、で素早さも95っていう中途半端で、で攻撃75、特攻95ってもう何ができるのこいつ。何ができるの先生、あ、先生じゃない、博士。なんじゃ。ドーブルはどうですか。もう強すぎるわ。あ、これ強いんだ、ドーブルは。まあ、強いっつうか、まあ、強いんじゃが、まあ、全ての技を覚えるんじゃだって。え、そうなんですか。ドーブルは、だから、あの、コピーできる技を持っとるから、技を。ああ。全部の技を覚えるんじゃ。これ、あの、僕、パッと見、あの、種族値が低いから、こいつ選んでるんですけど、それ以上にそういう技があるか強いんですね。でもだってもうありとあらゆる技を覚える。だあのダークライのダークホールっていう技があるんじゃが、はい、眠らせる技、はい、それとかも覚えられるし、あと伝説のポケモンしか使えない専用技も覚えられるんじゃぞこいつは。え、コウサクドーブルがサバキのつぶって打てるんですか。打てますよ。てかコウサクっていうか昔から打てるよ。そうなんだ。ドーバルがサバキをつぶってて笑っちゃう。ドーバルはもう全部の技使えるぞ。ラスターかな。そしたら敵の方向とか打てるんですか。打てるぞ。全部使えるからな。なんか笑っちゃうな。だ肩もやってほしいな。肩も多いし。アニメでドーブルがお前時の方向とか使ったらもうおかしいだろ。どんな展開じゃ。どこで攻撃してきたんじゃ。サバキのつぶてとか使って。これサトシ持ってたら一番強かったじゃねえかこれ。ドーブル、サトシドーブル使ってたら、まあ、ドーブルはな、まあ、対戦でも強いというのはあるが、まあ、な一番使うのはな、あの厳選で使うんじゃ。厳選でドーブルは陸上タイプだったかな、なんかその割とあの多い卵の分類、あ、卵特性ってやつですね。卵の、まあ、親のポケモンの分類の中で結構多いやつに入っとって、であの遺伝でしか覚えない技をドーブルに覚えさせることで、てかいろんなやつに覚えさせることができるんだ。そう、簡単にあの遺伝させることができるし、しかもドーブルからしか遺伝しないやつもいるんじゃ。ドーブルにこれを覚えさせてドーブルを親にした時にしか遺伝できないみたいな技がある時があるんじゃ。それぐらい重要なポケモンじゃな、ドーブルっていうのは。現世にメタモンに近いってことですか。まあ、そうじゃない、もうメタモンとドーブルはいればいいみたいな感じだな。この2人のカップリングがじゃあ同人誌とかにあんのかな。ないぞ。さすがにないぞ。もうあるかもしれんけど。ドーブルとメタモンでも掛け合わせてもドーブルじゃんかな、生まれてくるのは。ちょっと今調べてみよう、気になった。やめろ。メタモン、ドーブル、同人。あ、そうなんだ。メタ、なんか、これ多いだろうなと思ったっけ、これ強かったな。ドーブルはな、ダブルで特に強いな。もう何でも覚えるからな。しかも、あの、特性テクニシャン、あ、これって特性テクニシャンか、そういえば。
テクニシャンって威力60以下の技の威力が 1.5 倍になる。これは単純計算で60技が90になるってことですか。そうなんじゃ。しかも60技ってことはその分なんか強かったりするんじゃない、他の命中率が高いんだ。まあ、命中率も高いし、なんかあの威力60の代わりになんか敵を上体上にするとかいう感じで、あの負荷効果がついている時が多いんじゃが、まあ、それが90になるってことで、もう単純に強いんじゃない。例えば先行技とか威力40なんじゃが60で出せるってことじゃない。おー強いですね。あとはまあ連続技威力20で5回攻撃みたいな技があるじゃろ。あれ、まあ、それが威力30の5回技になるんじゃ。単純計算で150技だぞ。強い、やばいっす。強いじゃろ、やばいっす。まあ、前段必中、前段当たればの話じゃんだが、まあ強いわな。強いですね。期待値って言っても100は超えますからね。そうなんじゃよ、強いんじゃ。まあ、なるほど。まあテクニシャンといえばまああれだから、あのハッサムじゃな。あ、ハッサム、そうだそう、僕がそうだ、先生そうなんだ。ハッサムすごい好きなんです。ハッサムはな、ポケモンだったんですけど、ハッサムは確か第4世代からぶっ壊れたかな。あ、壊れたんすね、彼も。壊れちゃった。これもしかして中ポケっていうやつなんですか。そうなんじゃな、確かハッサムは第4からテクニシャンとバレットパンチを覚えて、もうそれしかしなくなっちゃったんじゃない。もう頭おかしくなっちゃって。バレットパンチボットになっちゃったわけです、ね、そうなんで、まずあの剣の舞いをしてからバレットパンチするってだけの機械になっちゃったんじゃな。ボットがしちゃったんじゃ、ハッサムは。もうそれしかできないからな、もう。じゃ、それが強いんですね。でも最近のハッサムはなんかトンボ狩りするらしいな、よく。ええー。まあ、昔からしとるが。トンボ狩りが刺さりやすい環境になったってことですか。うん、まあ剣の舞いであの高校トンボ帰りみたいなことやってることが多いの。なるほど。うん、これ続くな、結構話ネタ。ハッサムが強いから、あの確かあのなんか技の威力変わったとかいうのも結構多かったな、そのレベルで。ハッサムが与えた影響でかいんだ。そうなんだ、まあ、テクニシャンギリギリテクニシャンだったのがテクニシャンじゃなくなったとか。ああ、そう、ハッサムが強いからこの技ちょっと弱体化させようみたいな感じの技も結構多かったな。へえ、そうなんだ。こいつしかもメガ進化するしな、かっこよかった。さっき見たもうただじゃホッチキスじゃな、どう見ても。あの、まあハサミのところは前の方がかっこよかったですけど、頭のところはメガ進化の方がかっこよかったと思います。そうなんだ。ハッサムはな、攻撃力130ってもう頭おかしいじゃろ。高いですね。どうしちゃったの。でしかもメガ進化すると150もあんの。改めて見るとやばいなこいつ。600族ってことだから普通に高いですからね。しかも防御力140、頭おかしいの。本当だ、140だ。まあ、S がその分低いけど、そこをバレパンでカバーしてるから。いらないからな、もうバレパンしかせんからな、こいつだって。なるほど。そうなんじゃ、もう自動的にバレパンが選択されるから、こっち出すと。勝手にあの、自動的じゃからな、もう勝手に剣の前にして、勝手にバレットパンチ打ってくるからな、こいつ。それで勝っちゃうんですね。うん、勝っちゃう。バシャーモが流行ったのは、こういうのもあるんですかね。バシャームも単純に強いからな。で加速じゃからな、バシャームと。あの、まずバシャームの隠れ特性が加速で、メガ進化しても加速なんじゃ。あ、そうだ、じゃあ話変わるとして、僕もバシャーム大好きなんですよ。御三家シリーズで一番好きなポケモンですね、バシャームは。バシャームはな、あの、第3世代、第4世代までかなぐらいまでは、はい、あの、豪華ザルの劣化って呼ばれてるぐらい。あ、豪華ザル強かったんですね、その時は。微妙なポケモンだったんじゃな。まあ、あのさっきも言ったが、まあ、ゴーカザル、まあ、素晴らしさがない、確かバシャーム100ないかったんじゃな。 S が100、ゴーカザルは108です。こいつ80とかあった気がするな。ゴーカザルが108だから100より速いってことはもうその分強いんじゃな。確かに平均より高いから。そうな、まあ、火力は低いものの、まあ、こいつはなんかちょっと器用な猫騙しとかも覚えるし、
火力も高いし100より速いしっていうので、まああとはまあガブリアスよりも速いしっていうね、うんうん、もうガブリアスより速いかどうかっていうのもまずはもう強いか強くないかの分かれ目じゃな。あのとりあえずガブリアスが速ければもう最悪あの目覚効率目覚めるパワー氷さえ持ってればあのガブリアスの HP 半分ぐらい減らせるからな、とりあえず。そうか、氷はいいのか。そうだもん、4倍だっけ、4倍でしたっけ。そうなんじゃ、もうガブリアスのせいでもう目覚めるパワー氷をどんだけ厳選させるんじゃ。これ加速の効果が毎ターン素早さが1段階上がるんですけど、これ1段階って何倍上がるんですか。ちょっと 1.5 倍じゃな、 1.5 倍も上がるんですか。 1.5 倍も上がるぞ。これ上限あるんですか。ないぞ、もう無限に上がるぞ。無限に上がるぞ。あ、ある、 あるわ。あの確か10どんだけ上げれるんだったかな。まあほぼ無限だと思うんだけど。いや3段階ぐらいは上がるってことですよ。いや3段階どこじゃなかった、もっと上がるけど何段階だったか。そこまでは行く前にこれ以上上がらないっていうのがあった気がするな。なんか確か 5だったか10だったかだった気がするな。6か、6段階だって。もう200とかの世界に行っちゃうんだ素早さが。まあもうそれだけ上がってたらもうあんまり意味ないけどな。もうそんな超えられないからな。もう目にも止まらんからな。これ加速持ってる優秀なポケモンって何かいるんですか。まあ加速持ってるだけでもそんだけ優秀なんじゃが、まあ一番強いのはこのバシャーモで、まあ2番目があのメガサメ肌。あ、メガサメ肌加速だったっけ。違う、あ、メガサメ肌は加速じゃないわ。普通のサメ肌が加速だったかな。あ、まあけど普通にバシャーモンでいいやってなっちゃうんだ。まあタイプ違うから、まあ役割は違うんじゃが、まあ、バシャーモンの方は強い、まあ総合能力的に強い。っていうかメガ進化したらこれ40も上がるんですか、攻撃収録値。そうなんじゃな。あ、そうじゃない、やっぱメガサメ肌違うわ。160だ。え、種族値160ってすごくないか。こんなもんなんですか、攻撃の160って。メガ進化っつうのはな、もう壊しに来てるからな、ポケモンを殺しに来てるからな。ちょっと大人げ、種族値の振り方してないですか。大人げないぞ、もう。だってあの絶対使わないであろう防御と特防はもう10しか上がってねえし。そう、あの僕が考えた種族値ぶりで来てるからな。やりすぎじゃろ、恥ずかしくないんか。加速持ちって素早さ100ってこれやばいんじゃないですか。だってキャブの時点で相当速 い相当というか普通平均値なのに。まあ、バシャーモはまあ高火力の技を持っとって、ね、特攻も得、普通の攻撃も高いから、もう素早い攻撃から格闘技と炎技で、格闘技と炎技っていうのはもう相性抜群でな。特防、特攻の炎と普通にか物理の格闘ですからね。いや、まあ、知らんのか。あの第4、第5かな、4かな、4世代からはもう 特殊技と物理技はもう技にはバラバラなんじゃぞ。あ、そうなんだ。そうじゃぞ。あのもう接触するっぽい技は物理技で、あ、これ明らかになんかビームとか系やろってやつがあの特殊技になったんじゃぞ。遠距離と近距離ってイメージなんですか。まあ、そうじゃな、まあ、実際ぶん殴ってるか、あのなんか光線発射してるかっていうのどっちかじゃな。雷とかが特攻になるってことですか。そうじゃ、そうじゃ。だからあれだな、あのブースターがな、いやで炎は確か攻撃だったんだっけな。なんかそれによってあのそれになったことによってのゴミとかしたポケモンが一部いたの。もともと攻撃接あの物理だったタイプだったから攻撃高かったんだけど、あのほとんどの自分の技が特殊になっちゃったからゴミとか貸したみたいなポケモンが割といたの。そうなんだ。でもまあ、あの炎タイプ の, あのよくありがちなやつなんじゃが、あの
例えばシャーモとか豪華タルとかのオーバーヒートを大体使うな炎タイプは。ああ、オーバーヒートはなんかその修学旅行の時にも使った記憶ありますわどういう思い出なんじゃ修学旅行のとこにオーバーヒートしたっていうとなんか違う意味聞き取れるぞ。もうどういう意味なんじゃ修学旅行の時もそういえばなんかエルフンとバシャーも使ってコットンガードとオーバーヒートを使ってたのが覚えて、あとヤトリキ。そうなんだよな、まあ、オーバーヒートはまあ特効が2段階下がる代わりに威力がすごい高いんだな。それは何技なんですか？こう物理に入るんですか？いや特殊技じゃない。ああ、じゃあ連発はできないけど最初の一発はクソでかいみたいな。特攻にまあ振ってたりしなく、努力値とか振ってなくてももともと威力高いからオーバーヒートを採用するっていう 物理型なんだけどオーバーヒートを採用するっていうこともよくあるな。なるほど。そう、威力高いんだよな。何本なんですか威力がな。確か130で、基本的に今大技大文字雷吹雪とか110なんじゃが。あ、大文字110なんだ。そうなんじゃな。え、それより20も高いんですか。そうなんじゃ。た強い、まあ、昔は確か大文字120でオーバーヒート140だったかな。でもだから強すぎるってことでちょっと下方修正だったんじゃな。大技系はカノンシリーズとかもそうなんですか。いや、あれはもともと雑魚じゃあれ雑魚なんだ。いや、ラスターガノン別にリアルガノン専用技とかじゃないしな。あ、ハイドロカノンです。ハイドロカノン。あ、ハイドロカノン。ハイドロカノンは。ハイドロカノンとか御三家だけ覚えるみたいな。あれはされてないんじゃない。もう弱いし。あれも弱いんだ。で、反動技って時点でもちょっと微妙じゃな。まあラストボップッパっていうこと考えればまあ。まああれ、まああがきとしてはありかなぐらいなんです、ね。まあそうじゃな。とは時間な。もうそろそろ疲れてきたな。よく持ちましたね。大団長より持ってますぞ。お、大団長の方は持ってたと思うけどなピッピガジュちょっとリハビリ入れたピッピガジュポケモントレーナーの諸君もう疲れちゃった続かない、ね、疲れちゃった。今日ここまでにしときます。もう一緒やらんかもしれんなこれ俺まだまだ全然あるんだけどな。まあ今後まあ、ポケモンソードシールド発売してからまたやったりするかもしれんな。あとはまあ暇な時にちょっとやるかな。それはだいたい入りますよ暇な時にだったらだいたい入っちゃう。電話さんは来るのかな。寝てますね今日。いや電話さんはなんかね上司にうんたらかんたらって後で行くとかなんとか言ってたから。で今日ね、つなげるんですか。アークの配信をしたいんだが。あ、そうなんですね。これちなみにもう次やるとしたら大木戸じゃなくて誰やるんですか。次はたけしですか。いやそんなバリエーションないぞ大木戸も別にバリエーションじゃないしな。無理やりやっとるだけじゃからな。ピッピガジュじゃあ次はニャースあたりでやりますか。ニャースはお前やってみてよ。ニャースのセリフってなんかちょっと待ってください。おトイレ行きたくなってきた。ふざけるな一人残すな大きいのちょっと待って地獄じゃぞだって。しかも大きい方だから時間かかっちゃう。やめろ我慢しろ。もう配信切るぞ。そしたらうんこ行かれるぐらいって配信切るわ。最悪な切り方だな。ちょっとどうしよう。ちょっとトッキーさんとコタさんにちょっとバトン渡していいですか。いやもう無理じゃって。だいたいこれに対応できるのお前しかおらんだろうやばいやばい。ペットボトルもねえしな。ペットボトルでうんこするの無理あるだろう。絶対はみ出るだろう。ポリ袋無理じゃろう。そこまで究極すぎるわ。うんこしながら配信ってガチガチ勢だからな。あ、やばい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 。うんこ真っ黒ひれ
うんこ我慢せえや。いやもうじゃあもう締めていくか。じゃあ今日はまあ、ね、相方ガバガバちゃったな。いやけど楽しかったですよ、すごい。あ、じゃあちょっと締めの BGM にしますか。そんなのあんの？ててあのいつものポケモンじゃないのにやるの？もういいよそれ。それはやめようか。え、あります？ ポケモンの締めは。ないないない、これしかない。これしかないのか。じゃあポケモンの、あ、ここで一句とかあったな。あ、忘れちゃったら。けどあるっけ、ボキャブラリーあります？ないぞ。用意してないからな。どうしようかな。じゃあ僕が5を最初の5を言うんで。あ、いいぞ。じゃあ2個目75お願いします。75。いやもう面白そうじゃん。いいぞ。じゃあここで、あ、じゃあこれダメだ、これは大喜利博士が。ここで一句。ガブリアスフライゴンより強い。あと2文字、あと2文字。強いよね。待って、ちょっと待って、いや違う。もう一回いこう。リセマラします。リセマラ、リセマラじゃん。一句リ、俳句リセマラじゃん。もう一回いこう。ここで一句。そしたら、バレパンはハッサムルカリオ使いすぎ。なんか微妙じゃない？やっぱジアマ。これもダメか。いいやつ出る。いいやつ出るまでやるか。ガチャで。うんこどうなの？俳句ガチャでいいやつ出る。うんこ出るか、いい、あの SR 俳句が出るか勝負じゃない。勘弁してくれよ。じゃあもう一回行こう。もう一回行こう。ここで行く。ポケモンけど知らないからな。ここで行く。いや別にポケモンじゃなくてもいいしな。ポケモンじゃなくていいんですか。ここで行く。ゴミタイプ。ゴミタイプ。ゴミタイプ。氷タイプは。弱すぎる。みんなもポケモンゲットじゃぞー。